ゃんのひとりチャレンジクッキングというわけで、もうすぐ59歳、還暦一歩手前これなら絶対に失敗しないでできるっていうレシピをですね、ちょっとインスタの方で見つけましたので、それを今日はやってみたいと思います。今日はまあどう考えても失敗しないって感じのですねレシピで、それでですね、このレシピのいいところは、途中で潰すみたいなところが出てくるので、ちょっとですね、コロナ禍でね、ちょっとこうなってるのかな、なんかこうまあストレスが溜まってる皆さん、ここらでね思いっきり食べ物を叩いて発散するのもどうかなと思ってこのレシピを選んでみました。途中でですね、私もちょっと叩いたりとか潰したりとかしてる時に、あれなんだろう、なんかすごいストレス溜まってねみたいな感じにちょっとね見えましたらどうもすいません。まあとりあえずですね、本当に簡単なので、多分動画の方も3分ぐらいで終わるんじゃないかなって思ってるんですけども、これが本当のですね3分クッキングっていう感じになると思うので、それではまずパスタとなんとデザートのクッキーも作っちゃいますので、とりあえずパスタの方からやってみます。
で顔がクッキーかっていうとですね、ちょっと反省しているからです。それではですね、まず、パスタの方から、食べてみたいと思います。どれどれ美味しいかな。どちらかっていうとですね、まあ、こちらが問題だったんですけども、クッキーまでは良かったんですけど、上にかけるねチョコレートのソースがね、あんなに溶けるなんて自分でも思っていませんでした。その後ですね、ちょっと娘に聞いてあったかいミルクを足したり、いろんなこともしてみましたけれども、結局はソースっていう状態にはねならなかったんで、あれをかけてしまいました。まあでもね、クッキー自体は美味しいんじゃないかなと思って。え、何ですか、試食してるところが見えない。いいんですよそんなことは。いただきます。あ、甘い。あ、甘いけどこれは美味しい。あ、これは美味しい。というわけで、まあちょっと簡単だ簡単だって言っておきながらね、相変わらずの失敗。でも両方とも味は大成功でした。皆さんもお試しあれ。